ジン、どこへ行くんだ？知り合いが店を開いたらしくてな。少し顔を見せてくる。なんて店？スイーツヘブン。最近話題のスイーツビュッフェじゃないか。どれどれ。店主のいちご屋さんによる宝石のように美しいケーキの数々、それがなんと90分食べ放題。味も評判らしいな。こんな繊細な仕事してるやつがジンの知り合いか。っておい、無視すんな。俺たちも行く。は？ここまで聞いて気にならないわけないだろ。なあおっさん。そうだな、地元の店はみんなで応援するべきだ。言わなきゃよかったか。ハンドレッドノート。ってわけで、さっき連絡した追加の2人です。お邪魔します。せっかくの再会に水を差してしまって申し訳ない。いえいえ、たくさんの人にケーキを楽しんでほしいので。ありがとな、ジン。仲間を誘ってきてくれるなんて嬉しいよ。いえ。なんかいつもよりジンが素直じゃね。いちご屋さんは自分の店を持てる年齢だからな。先輩として地元の仲間たちとはまた少し違う関係なんだろう。へえ。いい店ですね。おかげさまで。じゃあビュッフェの説明するからついてきてください。来た来た、お願いします。ここに並んでいるケーキを好きに取ってください。これ全部が食べ放題なのか。マジでキラキラして宝石みてえだな。季節限定のものもたくさんあるんだな。何度来ても楽しめるよう週替わりで変わるケーキもあります。それを全部いちご屋さんが。恥ずかしい話、まだ他のパティシエを雇う余裕がなくて。すっげえ、一人でこのクオリティかよ。まだまだです。どれも美味しそうで選ぶのも大変だな。食べ放題なんだ、好きに選べばいいだろう。食べられるだけいくらでも取ってください。では存分に楽しむとしよう。おう。この蜂蜜シフォンケーキもなかなか。次はイチゴのズコットを取ってくるか。よく甘いものだけ食べ続けられるな。しょっぱいケーキってねえのか。ちょっと。なんだ。ケーキに髪の毛が入ってるんですけど。失礼しました、すぐに新しいケーキとお取り替えを。こんな衛生管理のずさんな店の食べ物なんてもういりません。ではせめて今回のお代は無料に。ちょっと待て。何急に。ケーキに入っていたというその髪の毛、色や長さを見る限り彼のものじゃない。じゃあ他のパティシエの。この店のパティシエはイチゴ屋さん一人だ。これはウィッグの下にあるお前自身の毛だろう。そんなの分かるわけ。それが分かっちまうんだよな、千里眼には。何か雰囲気が違って分からなかったけど、もしかして桃坂さん。知り合いか。この店の近くにあるピーチスロープというケーキ屋のパティシエさんです。まさかライバル店への嫌がらせ。どういうことだ。店の醜聞を広め評判を貶めようとしたというところか。当然の報いよ、こんなに近くに店を出して客を奪って。完全に逆恨みじゃん。違う、みんなこいつのヤバさを分かってないのよ。え、こんな簡単に客がつくわけない。ケーキにヤバい薬でも入れてるんだわ。はあ。確かに虜になるくらいに美味しくはあったが。私知ってるんだから、こいつの地元すっごい荒れてるし、ヤバい奴らとつるんでたんでしょ。まさかヤバい奴らってジンのこと。話の伝わり方がまずかったのか。ただの伝聞だろう。何よりだからといって。確かに地元にはやんちゃしてる奴多かったですけど、俺の仲間にヤバい奴なんかいませんでしたよ。みんないい奴だし、今も昔もちゃんと真面目に生きてます。そんなの信じられるわけ。そういう偏見があるのは知ってます。でも口で否定しても仕方ない。だから店を開いたんです。自分の仕事でしか証明できないことだと思ったから。店を出す前、桃坂さんのケーキも食べました。は？すごいケーキを作る人だなって。努力してる人の味がしたから、あなたと切磋琢磨できたらと思ってたんですけど。あんたはこの人のケーキを食べて何も感じなかったのか。私も今日あなたのケーキを食べて本当は分かってた。
自分がただパティシエとしてあなたに負けてたってこと。勝ち負けなんてそんな。いいえ、間違いなくあなたの方がケーキと真剣に向き合ってた。騒ぎを起こしてごめんなさい。それと美味しいケーキをありがとう。前回の事件をきっかけにいちご屋さんと桃坂さんはコラボケーキを出すらしい。ちゃんと切磋琢磨してんだな。また連絡が来た。ぜひ食べに来てほしいと。うまかったけどもう甘いのはな。新感覚しょっぱいケーキとあるが。なんだそれ、気になる。だそうだ。返事をしておくか。見てくれてありがとな。面白かったら他の動画も見てくれよ。チャンネル登録と高評価もよろしく頼む。ああ、はい、お前もちゃんと言えよ。